名越さん、タイトルコールお願いします。はい、やっちまったな TV。 いやーやっちまった TV。 なんだ、シュシュって行き過ぎちゃったな、あいつな。シュシュって行き過ぎちゃってどうしようもねえな、あいつな。シュシュって始めました。パワードバイ TV、 元気ジャパンの代表である我々が日本を元気にする情報をお届けするエイアンエイアンプログラムでございます。エイアンエイアンエイアン、やっておりますわ。そして元気ジャパンのサポーター、エンタメガールズグループのティーモです。せーの、あーシュ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 ティーモです。あ、すごい、すごいね。俺が教えたわけですよ。教えた。だいぶ前に。だいぶ前に教えてて、徐々にこうやってね、照れながらやってて、まだ一番今日がね、よくできた方だね。本当ですか。そうなんだ。さあ、今回のゲスト MC はついに大ブレイク、今日本で一番元気なおじさん芸人のこのお二人です。どうも、マシンガンズです。よろしくお願いします。めんどくせえめんどくせえじゃないですか。しょうがない、しょうがないな。もうそんなこと言うなんて、めんどくせえめんどくせえマックスめんどくせえ。もういいよいいよ、これ見たかったんですよ。何年ぶりにやったんだろうな。これが見たかったんですよ。どうなんですか、ザ・セカンドでね。ザ・セカンドの前と後ではもうえらい違い。もうだって5月19日、まあ5月20日に大会が行われたんですけど、うん、その前後の1日だけでこんだけ人生変わるのかっていうぐらい。そうなんや。変わりましたね。いいでも結構変わったんですね。じゃあね、変わりましたね。めっちゃモテるようになった。あ、めっちゃモテる、めっちゃモテるか。でもちょっとかっこいいもんな、ね、だってな。滝沢今日傘で現場入って。おーおー、肌もね、本番ギリギリまでずっと前髪いじってる。はい、ここからはマシンガンズのお二人が進行していただくのでお願いします。はい、お任せください。はい、というわけでございまして、早速今回スペシャルゲストをご紹介させていただきます。こちらの方です、どうぞ。お願いします。あら、はい、令和最高の美ボディの持ち主、タレントの雪平梨沙さんでございます。先日行われた井上尚弥選手の世界バンタム級の3団体統一戦でラウンドガールを務め、なんと試合後ラウンドガールがトレンド入り、井上選手も元気にしてしまったとんでもなく方でございます。でもこれだからトレンド入りすると思ってました、自分で。いや、思ってなくて、試合が終わってからすごいたくさん LINE で連絡が来てて、なんかラウンドガールですごいバズってるよって言われて、こうネットで検索したら、あのネットニュースですごいたくさん取り上げていただいてて、でフォロワー数もあの全体的に12万人くらい増えたんですよ。そんな増えたんですか。すごいね。綺麗そうやな。はあ、そんな雪平さんですが、元気の源は何でしょうか。やっぱり、まあ、このボクシングのお仕事もやらせていただいてるんですけど、スポーツ観戦がやっぱりあの声出しも最近可能になってきたので。そうだね、最近だと野球とか、はい、この前は始球式をやらせてもらって、その時にその後試合観戦そのままさせていただきました。はい、どんなやつやりました、始球式。僕もこの間やったんですよ。どんなやつやりました。どんなやつ。投げるだけですか。はい、投げるだけです。あ、その投げるだけでも大歓声になりますよね。ね、はい、ね、可愛いんです。可愛いからね。俺なんてさ、もう全然だよ。もうグダグダになっちゃってどうでもよかったよ。本当？っていうか何をしたんですか。投げるやん。いや、なんか面白いやつやってくださいって言って、いや阪神戦やったんですよね。だから阪神にちなんで、あっちでオファーでタイガーステップしながらやっちゃってくださいっつって、だからこうタイガーステップやってどん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 近く行って、近くでもうキャッチャーにこうパンって渡したんですよ。そうそうそう。大観衆いるじゃん。大観衆が半分ぐらい、ザコシおもんないなみたいな感じになって。嬉しい。だからさっき質問で、どうやって始球式やったんですかって。そうそうそう。俺言い方が分かんなくて。俺ザコシ何聞いてんのかな。投げるに決まってんだろう。特殊なんだもんだって。そうなん、やり方が。あるんだよ。というわけでございまして、皆さん本日もよろしくお願いいたします。今回も皆さんに日本を元気にする情報を持ち寄ってもらいました。はい、まずは私、西織から発表しましょう。発表しましょう。私が今回提案する元気ジャパンは、うん、発明家になって元気になろうです。発明家。どうなん、発明家。いいですね、なんか皆さんの戸惑いが。発明家。なぜってなんか、ね、クエスチョンがね。なんでってことだからね。あの、私はあの発明を
まあちょっと副業というかやってます。芸人になりながら、はいはい、でまあコロナ禍もあってあまり仕事がない時に時間だけはいっぱいあるんで、はい、何かやろうって思った時に、うん、滝沢のようにゴミ収集はできないなと、うんうん、まあ大変そうだし、はい、そうなったら楽して稼げるの何かなと思ったら発明だったの。発明しちゃえば何にもしなくてもいいだろうと。そして作ったんですよ。それがショーに入ったんです。でそれがこちら、あのこれ何、これ何やってんの。これは靴ブラシハンガーです。不燃ゴミです。違う。ここがね、これは靴をあのブラシで洗った後に干せるっていう、要はこう靴を洗うじゃないですか、はいはいはい、内側をね、うん、そしたらここにあの干し竿にこうやってカッて引っ掛けて、ここの部分に靴を引っ掛ければ干せる。すごい。1個の用途じゃなくて2つできるってことがええにや、はい、でこれを初めて作って出したらコンテストで入賞しまして、そしたら企業が手を挙げてくれて、西森さん、はい、一緒にタッグ組んでこれを商品化しましょうと。すごい。でこれを元に試作品を作ったんですよ。そしたら向こうから連絡来て、うん、ちょっと厳しいかもしれません。確かに新規性はあります、うん、ただ使ってみたらものすごく使いづらいですと。微妙だったんだ。じゃあ他に靴の逆にないですかと、うん、靴のアイデア、うん、で違うのありますよって言って作ったのはこちら、靴丸洗いネット、あ、洗濯ネット、靴丸洗い洗濯。これでもなんか見たことあるような気がする。これ商品化になったんです。売ってるの、これ1000個弱ってすごいね。はい、でも商品としても採用されてるやん、はい、これ私が権利持ってて、これを作って。これ普通のネットとどう違うんですか。これは静音性に優れていて、うん、例えば中に靴を入れて洗っても洗濯機を衣類を洗うような同じぐらいの音で全部洗えると。ガコガコ言わないんだ。だから僕子供いないんですけど、お子さんいれば子供の、あの上履きなんか入れて洗ってあげても夜中でも洗えるっていう、音がないことに特化した商品だったんです。女子は靴とか洗う？あの中まで洗わないです。外のそう汚れだけ。いや初めてでこのパターンで反論されたの。じゃあこの商品にあんまり魅力感じない？いやでも使ってみたいとは思いました。おいや別に使わなくていいよじゃあ。使ってみてもいいんだよ。切れるの早すぎる。使わせてくださいやったらいいけど、使ってみてもいいです。値段によるよね。値段による買うから。値段いくら？そう、はい。1700円です。高い。高いよ。高いよ。これ毎回言われる。靴洗いの例えばコインランドリーとか行っても500円ぐらいかかりますから、ね。かかる。かかりますよ、ね。よく洗ってる。もう4回行けば。まあ自分でやれるからな。自分で言っててもなんかおかしいなと思ってるじゃん。ということで発明家になれば一攫千金も夢じゃありません。さあ皆さん、この情報で元気出ましたか？出ました。話違うだろう。話が違うだろう。値段かな。何だったの打ち合わせは。さあ続いての元気ジャパン、私滝沢から発表させていただきます、はいはい、さあ今回、私が提案する元気ジャパンは、うん、自撮りおじさんでございます。そうなんです、あ、知ってる方とかいる？いないかな。タグは見たことあります。タグ見たことある？あります。そうなんですか、はい、自撮りおじさんっていう今ね芸人界隈でみんななんかツイートしてたりとかして、結構ねバズってる人とかもいたりとかするんですね、うん、それ実はもともとは僕が発祥なんですね、そうなんですね、というわけでございまして、うん、まあセカンドが終わってからなんと8日間、滝沢さんという言葉がトレンド入り、その中でも、一番バズったのがこちらでございます、うん、かっこいい。かっこいい。誰か笑ったら誰か。いや笑うだろ。誰だ笑ったの。笑ったっていいだろう。どうですこれ、女性から見たら。かっこいい。かっこいいと思います。かっこいい。ゆきやさんなんか違う意見だな。微妙な顔しとるなお前。なんかちょっとかっこつけすぎてるな。決めすぎ。あざといか。ちょっとあざといか。ほんと昔の滝沢さんを知らないからそう思うだけで、うん、昔はほんとドロドロだったんだから。本当に。じゃあその過去が、その過去があったなら、ああ進化したな、成長したなっていうのが。しかもこれだからね。こういうのやると喜ぶ人がやっぱいるのよ。ああでもこれはいい。いいですね。これはいいの。日常的な姿を見れるので、うん、めっちゃいい。あ、いや参考になるわ。こういう日常の方がいいのね。ちょっと今後そうしていくわ。お前この現場で学ぶなよ。いやそれはそれでいいでしょ。かわいい。滝沢さんに自撮りテクニックを教えてもらいましょう。これはまあだからさりげなく。もう髪の毛何これ。わ決まった。
ちょっと見てみなよ、ほら。どう？いや、違うみたい。違うみたいよ。あれ、おかしいな。先生、これちょっとザコシショウちょっといいですか？俺も。うん。ザコシショウふざけないでくださいよ。あ、ガチで。あのガチの。ガチで。ガチで。うん、決めに行ってください。あ、いいっす。顔が映るように。これは。いいんじゃん、渋めじゃないですか、これ。おお、いい、いい、渋い、渋い。お、レオン系、レオン系。あ、かっこいい。あ、こんなにもええの？ここでいつもは撮られることに慣れている雪平さんが自撮りに挑戦。難しいな。ね、私あの結構しゃがむことが多くて、しゃがむの。なんか立ってるとちょっと気取ってる感じがあるじゃないですか。なるほど。めちゃめちゃ考えてるじゃん。そうなんだ。勉強になるな。かわいい。視線を外してる。はい。これでどうでしょうか。かわいい。笑っちゃった俺今。全然違う。やばいな。そっぽを向く方がいいんだね。最後はおじさん3人で撮影します。目線そらしバージョンはいいんじゃない。ちょっとじゃあ雪平みたいなやつやってみようか。座ってな。あ、座ってね、俺ね。どうですか。あ、いや怖い、もうめっちゃ怖い。ちょっと箱一緒見て。心霊写真やね。心霊写真。意図がわからない。意図がわからないな。じゃあちょっとこれから勉強していきましょう。ちょっといろいろ聞きながらね。はい、ちゅうわけでございまして、皆さんこのプレゼンで元気が出ましたか？いやいや。さあ続いての元気ジャパンは T モノピティちゃんでございます。お願いいたします。はい。続いての元気ジャパンは VTuber です。はい、あの今ね日本で一番元気があるって言われてるんですけど、うん、皆さん VTuber ご存知ですか？知ってる。流行ってんな。流行ってますね。なんかな、今 VTuber が本当に熱いことになってて、なんか収入がすごい人だと億とか超えてるらしいんですよ。夢あるね。めちゃくちゃ熱くないですか？そうだから今回はその番組に VTuber もあやかりたいということで、今回提案する元気ジャパンはザコシ VTuber になってみたです。おお、はい、すごいすごい。やるんだ今から。はい、VTuber 事務所ルリリンクの中里さんにご協力いただきました。ルリリンクは一体どういった会社なんでございますか？はい、ですね、弊社、イラストを制作している会社なんですけれども、個人様とか法人様に対して VTuber の体を提供しているっていう会社になります。なるほどね。なんか今回特別に中里さんにですね、ザコシさんとですねピティちゃんのアバター作っていただいたということなんで、もう嬉しいや。制作していただいたイラストがこちらです。すごいですね。2人の特徴が忠実に再現されています。さあそれでは今から2人に配信番組をやっていただきます。ではよろしくお願いいたします。どうも。どうもザコシでーす。すごいすごいすごい。シュー。あ、楽しいな。おはようございます。いやー。一瞬衣装変えられてる。シュシュシュってしてってリクエストが来てますよ。シュ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 って言ってる？シュシュって言ってる？ザコシさん、一発ギャグお願いします。そのことです。一発ギャグ。はい。ね、見てくね。実に面白い。実に面白い。ピティちゃん一発ギャグして。一発ギャグして。うん、誰か言ってるよ。じゃあ分かりました。こっち見てるね。じゃあ今目つぶっても私は寝てます。うん。チリリリリリリリチリリリリリリリ。はっ。私今起きたばっかり。この顔は朝顔。お。いやいや見れる見れる見れるよ。VTuber でも滑ってるぜお前。やだ。うん。なんだ。お前現実世界でやったらえらいことなんだよ。おかしいね顔見えなくて。渾身のギャグだったんですけど。あ、VTuber の方がでも滑ってても見れますね。見れるね。全然見れる見れる見れるんですよ。あ、可愛いなっていう感じがする。する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 。雪平さんどうですかこれ VTuber 見て。いや私もちょっとやってみたいなと思って VTuber。やってみたい。はい、ぜひお願いします。あ、個人的にお願い。今後やってくってことだろうね。いや、そんな何億も稼げるって聞いちゃうと、なんかやってみてもいいかなって。
って思っちゃいますよね。ギャップがね、これっていいから、もうね、これお綺麗ですから、もう地獄みたいなおじさんのアバターでやってください。あ、逆にね。あ、でも逆にかな。師匠、それ誰が見るんですか。わざわざ汚いおじさんのふりして出てきたら可愛かったよって最初からそっち見せろよって思うでしょ。さあピティちゃん VTuber になってみていかがでしょうか。でもなんか3次元でこうやって現実世界だったら恥ずかしいなって思うことも、なんか思い切りやれますね。ああなるほど、はい、確かにそうかもしれない、はい、ああいいね、うん、えザコさんどうでした。うん、いやよかったですよ、うんうんうん、私はねあの現実世界の方が受けますけどねこれね。あんまり動けないんですよ。そうだよね、そうだよね、そう動きメインでやってるから私は。ね、皆さん興味があったらぜひやってみてください、うん、というわけでございましてザコシ VTuber になってみたでございました。中田さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ここ10年で斜陽産業とも言われている日本の音楽シーン、そんな元気のない音楽業界に一石を投じるためパワードバイ TV が立ち上がります。メンズグループを、結成しようというプロジェクトがありまして、番組初のメンズグループ SNS とかで人気なんだけどとにかく暇な人というお願いをして集まっていただいた皆さん、屈辱的な言葉を投げかけられ集められたメンバーたちで始まったオーディション。前回までそれぞれが自由に振り付けたダンスを披露し実力を披露、そしてメンバーを3チームに振り分けチームごとに振り付けを考える課題が。選ばれた振りはソンジェと一緒に踊るという特典が発表されました。今回は歌唱力チェック。歌いますよ。はい、はい、準備しました。はい、はい、自信持って歌おう歌おう歌ってください。言わずと知れた K-POP のスターソンジェ、この企画のために来日していただきました。歌手活動をはじめ K-POP で活躍してきたサニーが企画の総合プロデュース。参加者たちの歌の実力はいかほどなのか。はい、OK、天気斉藤和義さんの歌うたいのバラッドって曲をやったんですけど、人前で声を出すこととかが苦手な結構静かな人だったんですけど、この歌なんか歌は誰にでも歌えるよっていう簡単なことだよっていう、でもなんかいい歌詞が入っててそれでいいなと思って選びました。はい、じゃあ聴いてみたいです、はい、事前に各々が好きな歌を選んで歌うように指示。天気くんは今は上手じゃないと思うけど、うん、なんか気持ちはちょっと分かりますよね。いい曲ですよね。노래가뭐이렇다저렇다고얘기할수있는그런수준이아닌것같고아직은그리고근데이제아까형이얘기했던것처럼가사어떤마음으로이제가사를뱉고그런것들을좀더몰입해서전달하고자하는마음이있으면노래실력이중요한게아니라조금노래실력이부족해도厳しいけど愛のあるアドバイス、経験の少ない参加メンバーに投げかけていきます。근데목소리만예뻐声だけ綺麗です。지금여기가공간자체가좀울려요공명이있어서그래서소리가지금상대적으로자기가들리는게되게크게느껴져서위화감이좀 있어가지고다좀노래를다전체적으로좀조심스럽게하는것같거든요근데만약에지금이런울림이없는데서지금노래를들었으면은아예안들리는수준인거죠그러니까좀더오모이키리하란말이야오모이키리やってください이게잘봤습니다続いてダンスでは一定の評価をもらった司자司자기대된다기대된다기대してます期待しますよね。期待しますよね。
지금 보여준 거는 노래에 그냥 좀 더 집중을 해줬으면 어땠을까라는 생각이 좀 들고 근데 지금은 춤추는 것도 아니고 노래하는 것도 아닌 느낌이 응, 전체적으로 있기 때문에 댄스가 できるのは分かった でも今日は歌唱力をチェックする場 ダンスでごまかすな 確信をついた指摘に司も沈黙 出会って間もなくても 一流アーティストとして感じた本音をぶつけていく孫樹 그 얘기가 아니에요. 미안해요. 말을 좀 어렵게 해서 좀 심플하게 할게요. 다 모이까 이만 응원해주는 입장이면 그냥 좋은 말만 해줄 수 있어. 우리의 이름을 걸고 친구들을 무대 위로 세운다고 하면 이대로는 절대 안 돼. 데뷔だけではなく, 인나니認められる 아티스트니. 다가 이만의 상황だと, お話にならない. 참가자たちは 손재의 強い 메시지를 受け止められるのか. 歌は 아무리 조지자 나갔다 됐어. 음정이 좀 너무 불안합니다. 비리ついた 공기가 漂う 中, 続いての 멤버와 타쿠미. 아, 타쿠미 친구. 타쿠미는 얘는 그냥 뭐 강제로 시켜 가지고 하는 친구인 것 같아서 이 친구는 좀 정신 개조가 좀 많이 필요할 것 같은 친구. 댄스 체크では やる気が ないと 酷評された 타쿠미. 일단 너무 어려운 노래를 굉장히 자신감 있게 노래하는 모습이 전에 춤췄을 때 모습과는 또 상반되는 모습이 보여서 열심히 잘해봅시다. その後も今持っている実力を披露していく参加メンバー 全員の歌披露が終了. 좀 더 자신감 있게 자신감이 다 지금 너무 다 결여돼 있어. 댄스でも 指摘された アーティストとしての 조건. まずはマインドから レッスンが スタート. サニー 손재라가 講師を 務める 에이전시 댄스 아카데미 전면 協力の 下 一流 그룹への 道が 始まります. 今日私が韓国でリッパな先生さんを一人連れてきました。TWICE、NiziUなども手掛け K-POP では知らない人はいない ゆり 先生が歌を見てくれます。 ゆり 先生の前で 改めて歌を披露する参加者たち. 나이대에 비해서 트레이닝 경험이 많이 부족해요. 先日と同じく 圧倒的な実力不足を指摘. しかし 최선을 다해서 노하우로 빠른 시일 내에 잘 도와줄 수 있는 방법을 찾아볼 테니 본인들이 적극적이게 데뷔する環境は整った. あとは本人の覚悟次第. 次回から本格的なサバイバルがスタート. 皆さんのお悩みをエイアン魂で一発解決? ザコシの元気が出るエイアン相談室. 今回の相談者はスペシャルゲストの雪平さんです. お願いします。お願いします。お悩みありますか? あるんですけど、ないでしょうね。私、ないでしょ、こんだけ。もうね、全てを掴み張った人ですからね。ありまして、お肉とお魚すごい大好きなんですけど、最近ちょっと油が多い部分が食べれなくなってきちゃって、
はい、それが悩みなんですけど。ないじゃん。じゃあない。悩みないじゃん。じゃあないよ。ゼロゼロって言うんだよそれ。俺に言うことじゃないでしょ別に。いやなんかあの美味しい焼肉とか例えばご馳走してもらう時とかに良かれと思ってこうサシのたくさん入った高級なお肉とか出てきちゃうとありがたいんですけどなんかちょっとうってなっちゃって、うん、なるほどね。でもあれですよね、そういうのってなんかおごってあげるよって言った人ってもう おじんですか、 おじんの方、まあ、友達でも仕事関係の方でもその時はもう悪態ついてないんですよ、はい、俺食えないんで怖いでしょ、はい、怖いでしょ、仕事減るわ仕事が減るだろう、私考えてやってくださいよ、はい油分がどうだとかないでしょ。それかもうなんかちょっとなんだろうね、言われたらね、え食べれないんですか、うんうん、って来たら、うんうん、サージエリカさんみたいに別に言ったらいいんですよ。エキナさんちょっとやってみればいい、出された感じで誇張もありからね、うんうん、まず普通のサージエリカ別に、あ別に別に、うん、で誇張が、あー別に何のことだ、エキナさんお願いしますお願いします、あー別にお、こう見れるね、見れるね、見れるね。普通で引かれても誇張をやれば、あーええやんええやんってなりますんで、そこで分けあいあいとして、あ次からはあこういうのをあげないでおこうってなりますんで、そこはもうすごくいい感じになりますよ。いいよ。さあどうでしょう、元気に出ましたか。はい、元気になりました。あーええやん、ほんとかい、ええやん、ええやん、ありがとうございます。続いてはピーモの2人から深刻な相談があるみたいです。歌とダンスに限界を感じてきまして、うん、なんでやねんお前、え別に若えだろおめえら、新規開拓ということで2人で、うん、何でしたっけ、ザ・ダブリューに出たいなって、なめてるザ・ダブリューに出んの、出たいなって思ってます。あ出た、はい、出た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 な、はい、でその、はい、私たちだけだったら頭が足りないんですよ、なんかお笑いの頭が足りないの で、はい、ザコシさんになんかいいネタとかいただけたらな、ネタ考えろってかお前ふざけたこと言ってんじゃねえぞ、ほら出します出します、はい、いいよ金じゃねえって、金いいよ、どしろどしろじゃねえんだお前、私弟子なんですよ、弟子なんですよ、お前やめ、これやめてくれよお前、俺の弟子だと思われたら嫌だ、恥ずかしいじゃねえかお前、なんでですか、来てねえよって、全力で来ましてこれ、いや来ねえほうがいいって、うん、え、2人で出んの、出るんだったら5人で出ればいいじゃん、うん、なんかもう限界を感じてる2人なんですよ、年齢、あ、あまだ決めると、あ、確かに確かに踊れます、なあ踊れるしな、なんだろうちょっとな、可愛いってキャーキャーの声援があるそうな3人だわ、うん、お前らもう終わったなお前それはかなりひどいですよ、終わってない終わってない、終わったなお前、ほらネタやりたい、コントコント、コント、はい、コント今コント作れって でけへんか、 あの後ほどで大丈夫なんですよ、後ほどで大丈夫ガチです、いや別にでもな、そのなんだろうな、よくあんじゃん、そのなんかキングオブコントで、うんうん、その他ジャンルの人が、うん、からこうコントやって、うん、まあ1回戦突破しました、2回戦で落ちました、うん、まあそこが限だと思うよ、うん、あやっぱそうなんですか、どないしたって、まあね、でも挑戦することに意味があると思うんですよ私は、とりあえずええやんええやんはやってほしいよね、もしかしたらね、おいええやんええやんシュシュって言ってるこれできんの、満金でええやんええやんシュシュって言ってるシュシュって言ってんのちょっと引くなお前なんでもう後じゃないんですよ、ええやんええやんシュシュって言ってるシュシュって言ってんのいやで漫才とかのとかええんちゃうか、まだ漫才大好きです、コント、まあ、コントもあるけどな、コントちょっと難しいからな、だから漫才って魂と魂のぶつかり合いだから、はい、あんまり設定とかちょっと枠に出てもあんまりね、うん、気持ち悪くなんないのよ、うん、そうだからマシンガンズが2位になったみたいな感じですね魂でね魂と魂がすごいから、腕はないけどね、腕はないけど気持ちのぶつかり合いでね、そうなんやったら俺が別にね、別に書いてやってもええけどな、すごいね、8月末だったっけ、そうなんです、番組でやるからな、そうだ、ね、サテン来てくださいとかやんねえからな、うん、それめっちゃ嫌やからな、公演とかね、公演で見てくださいとかやらねえから、カメラ
カメラありき、カメラありき、カメラありきでやるから。なんだよお前、お前らのなんか、お前らの稽古場来てくださいってずっとこうやって見てるんだよ。どんなやつやねん。ギャラも出えへんのよ。番組でだったらいい。じゃあ決定ということでいいですか。これはすごいよ。すごいよ。日本を元気にする人材を発掘、元気ジャパン大使オーディション。さあ今週の挑戦者の方でございます。こちらの方でございます。永住福祉会の理事長、樹代純章さんでございますね。はい、珍しい名前でございます。すごいね、名前がね。樹代さんですね、はいはい、遊ぶために働け、はい、というのが2年の保育園を運営しているという型破りの理事長さんでございますね、うんうん、そんな樹代さんのはっちゃけ元気エピソードがこちらでございますね、元気丸一がまずこちらですね、仏教の大学を中退して石垣島でサーファーになったということです。あ、サーファーなんですか。そうですね、サーフィン好きでやってまして。あ、はい、そうですか。もうじゃあ歴も長い。歴はエンジョイサーファーなんでそんな上手くはないですけど、うん、エンジョイサーファーっていう単語を初めて聞きました。さあ続いてみましょう。元気丸二でございます。26歳で最年少理事長に就任ということで。26歳で。そうなんです。26歳。もともと祖父の代からやってまして、うん、で、まあ26になる前ですね、中学生ぐらいから、うん、とりあえず社長になりたいっていうのが夢だったんですね。何でもいいからって思ってまして、うんうん、で、まあ、家がね幼稚園とかやってましたので、まあ、その道に、まあ、20歳過ぎぐらいからじゃあ行こうかってなった時に、じゃあ自分がやるから早く変われということで、まあ、半ば強制的に手を立候補して変わってくれという感じで。俺にやらせてくれと。そうです。すごい。さあ元気丸さんでございます。こちらでございます。千坪の土地でキッズマルシェ。はいはいはい。これどういうことですか。マルシェ。昨年からうちのグループ内、まあ、今8回運営させていただいてるんですけど、うん、まあ、農業ですね、食に関しては力入れたいと思ってまして、まあ、ある園の保育園の近くにですね、うん、まあ、農家さんがやられてる畑があったので、うん、もうちょっと休耕でみたいになってたのでお借りして、ちょうど1000粒弱あるんですけど、うん、昨年から始めまして、みんな職員と子供たちといろんなものを作って、でこの前も玉ねぎができたので、うん、新玉をもう売ったりとかして、それも完全無農薬で0歳児から食べれる玉ねぎって。へー、それはすごいですね。実際そういうことに触れてもらおうってことなんですか。そうなんです。やっぱりもうちっちゃい子っかたちからそういったものに触れないことには、うん、まあ、本物に触れてもらいたいっていう気持ちが強いので。うん、遊ぶために働けっていうキャッチフレーズって、うん、自分が作りました。自分で考え、うん、どう、何からしてその答えになったんですか。まあ、子供たちの前ではやっぱり楽しい大人でありたいっていうところを、まあ、いろんなことを改革していって、まあ、最後この言葉が生まれたっていう、まあ、ゆとり持った人間で遊び心を忘れないっていう。やっぱ大人がイライラしてるとなかなかね、子供伝染しますもんね。150人ぐらい職員いるんですけど、うちのグループ多分人生で一番楽しいの自分ですね。あ、それもで一番パワフルなのも自分なので、うん、まあ、職員誰に聞いてもらっても分かるんですけど、うん、あ、間違いない、あの人に勝つ人はいないって言われるので。マジですか。調べました本当一人一人。そこ引っかかるとこかな。いや一人一人調べたんかな。いいでしょう、なんとなくのニュアンスで。いや絶対いると思うな。なんか終わりそうだったでしょ今。終わらせないようにしたですか。いると思うんだよね。いよいよジャッジタイムでございます。こちらの樹代さんがですね、元気ジャパン、大使としてふさわしいかどうか皆さん判定をお願いいたします。はいはいはい、現在のチャンピオン湯浅さんを超えることはできるのか。オープン。はい、9点8点8点9点でございます。合計が42点でございまして、チャンピオンならずでございます。あら、0.5 点足りなかったのかな。だね、そうだな、ま、夏を制するものは受験を制するだからな。確かに俺たち受験生に夏なんてないよな。っておい、たまにはさ息抜きも必要だよ。飯でも行こう。飯行こう。確かに飯ぐらいなら行くか。あ、ごめん、やっぱいけねえや、勉強する。なんだよ、モチベーション高っ。てか今誰かの LINE？ ん？これ？うん、受験の王様。受験の王様？誰それ？
受験の王様ってキャラクターで、中身は個別指導で2000人以上の生徒を抱えてて、人生を変えたすっげえ人なんだよ。俺今さ、この人にさ、個別指導受けてもらってんだよね。これさ、予備校とかじゃなくて？そう、今の時代ってさ、もうどこに住んでても一人一人に完全フルサポートしてくれるんよ。で、俺がさ、モチベ下がった時とかのタイミングで、この王様がめっちゃ熱いメッセージくれるんよ。だから三日坊主の俺でも今3週間継続できるんよ。いやでも確かに最近ウル君さ、勉強めっちゃ頑張ってたもん。そう、この前のテストさ、そうめっちゃ良かったよね。そう、あれめっちゃ良かったよ。これってさ、俺でもできんの？当たり前だろ、王様が一緒に頑張ってくれるから絶対に大丈夫。もう予備校とか学校ってたださ、これ覚えろとか宿題やってこいしか言えないでしょ、うん、でも王様は俺たちに真剣に向き合ってくれるから、自力で解ける力を養ってくれるの。だから勉強が楽しくなるし、結果もついてくる。しかもさ、なんかこう参考書とか解いててさ、まあ、ここわかんねーとか困った時あんじゃん。それでも24時間もう LINE で対応してくれるから、もうマジ安心だし最高。もうね、王様しか勝たん。すっごすごくでしょ、やばいっしょ。ちょっとさ、飯でも食いながらさ、もっと詳しく教えてよ。勉強しながらなら教えてあげる。モチベ高っ。やるぞ。学校や塾にはない個別プロジェクト、教え子からの感謝が止まらない圧倒的サポート。皆さんも受験の王様と元気に受験を乗り切ってください。Everybody, hold on.